ポチッとな。5、10、4、10、3、10、2、10、1。ドワーサンダーバードアトロース。サンダーバード。青く光る広い宇宙へ行け、風を巻いて、サンダーバード、この世の幸せのために行け、海に陸に、空を乱すものは誰かで、呼んでいるあの声は SOS だ。サンダーバードで、青く光る広い宇宙へ行け、風を巻いて、大変だ大変だ。なんだいジョン。あ、スコット兄さん。大変だ大変だ。なんだいジョン。そのセリフはパパの役目じゃない？もうパパいないから。パパガチャで出なかったから。あ、そっかそっか。じゃあ、スコット兄さんでいいや。な、いいやって。なんかあったのかな？そうなんですよ。令和になって、おめでたいと思った。思っていたのに、今年って消費税が 8% から 10% に上がるんですよね。すごくないですか？やばいね、それは。うん。スコト兄さんはどうします？そうだな。買い控えになってしまうかな。まあ、うちは、まあ、国際地球隊だから、まあ、パパが何とかしてくれるけどね。そっか。でも、ほとんどの人は大変だね。そうだね。バージル兄さんにも何か言ってみようかな。お、そうするといい。バージル兄さん、なんだジョン。まあちょっと政治のことなんだけどさ。政治？そんな難しい話はブレインに聞けよ。ブレインはあのガチャで出なかったんだよな。っていうかペネロープも出なかったし。そうか、我々5人だけか、フィギュアは。そうなんですよね。難しい話は、まあ、やめとこう。はい。あ、ところで、あ、最近高齢者の自動車事故増えてますよね。そうだな。まあ、免許返納とか、いろいろ、政府の方は働きかけてるけど、実際、地方の方はどうしても車いりますよね。まあそうだな、うん、ちょっと難しくなってきたな。わしちょっとわからんから、ちょっとアイス呼んでくるわ。あ、はい。トト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 。あ、なんだなんだ、うん、そうか、うん、そう、名前忘れちゃった。あら、なんて名前だったっけ。忘れた。お前、兄弟のことも覚えてねえのかよ。ああ。ごめんなさいね。まあいいよ。高齢者の自動車事故なんだけど、最近ね、ニュースで目につくよね。ああ、どうしたもんかね。そうだな。だけど、社会的なインフラが整ってない限りは、
車が必需品な地方においては死活問題なんだよね。そうだね、やっぱりそういう問題が起きて、大きな問題が起きてからね、政府動くんですかね。うん、まあいつもそんな感じかな。でもやっぱり気をつけてね、お互いに気をつけて自動車を運転しないといけませんよね。そうだな、うん、まあ我々がね、こんな偉そうなことを言うこと言う立場じゃないんだけどね。まあ今日はね、なんかコントかなんかやろうと思ってこうやって出てきたんだけど、まあなんか真面目な話になっちゃったね。まあそれでいいんじゃないかい。これでね、高評価があればね、うん、第2弾、第3弾をね、なんかちょっと、こうやって雑談でもできればね、いいかななんて思ってるよね。そうですね。じゃあまた。今度スコット兄さん、呼んできてよ。わかったよ。ああ、それにしても私たちのほこりだらけになっててね、見つけてくれるまではもうね、ベトベトギトギトの汗だらけだったね、うん、そうだね、兄さん見つけてくれてありがとうね。はいはい。お、あれ誰だ。え、あそこから近づいてくるものは誰だ。ちょっと見に行ってこようかな。また誰？あ、すいません。撮影所間違えてました。今のは何だったか？さあ、そろそろ動画も長くてみんな見飽きてきたと思うから、まあ各自、まあ、ちょっと昼寝でもするか。そうですね、兄さん。じゃあ、また、皆さんお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あれ、今日4号は、まあ、まだ寝てるとか。しょうがないな。それじゃあ、皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。